宇宙世紀0079 1月3日、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑もうとしていた。父上、本日7時20分をもって我がジオン軍は地球連邦政府に対し宣戦を布告いたします。すでにドズル機関の部隊が宣戦の布告と同時に連邦の艦隊に対し攻撃を仕掛ける手はずを整えております。奇襲か、勝算はあるのか。ご覧ください。連邦艦隊への攻撃と連動してキシリア機関の部隊がグラナダの制圧を行います。グラナダ制圧後、サイド1、2、4に対して攻撃を仕掛け、確保したコロニーをジャブローに落下させます。確かにコロニーを落下させればジャブローも沈黙させられよ。で、目的は勝って何をなすという。人類は増えすぎました。地球に寄生する官僚も資源を食いつぶすだけの大衆ももう必要はありません。皇陛下、計画のご認可を。地球連邦政府並びに地球に住むすべての者たちに告ぐ。私はジオン公国総帥ギレン・ザビである。地球連邦政府は我々を宇宙へと追いやり、地上から宇宙を支配してきた。そして一握りのエリートがその私利私欲を満たすだけのために我々スペースノイドは自由を奪われ続けてきたのである。だがこの屈辱の歴史も今ここで終わる。腐敗した連邦政府を砕き、スペースノイドの真の自立を勝ち取るため、我らジオン公国は地球連邦政府に対し宣戦を布告する。ジオン公国の宣戦布告をきっかけに歴史は大きく動き出す。その戦いの果てにあるものとは。その戦いは人類に何をもたらすのか。人類史上最大の戦いは今まさに始まろうとしていた。連邦艦隊を撃破したジオン軍はブリティッシュ作戦で使用するコロニーを確保するため、スペースコロニーに対する攻撃を開始した。わずかに残された護衛部隊が必死の抵抗を見せたものの、モビルスーツの前になすすべもなく撃破されていった。なぜ、なぜこんなことを。私は私は知らなかった。どこかするなんて知らなかったんだよ。そしてわずか40時間の戦闘で3つのサイドは壊滅し、28億もの生命が失われたのである。ブリティッシュ作戦、30対1の国力の差を覆すジオン必勝の作戦である。これは愚劣なる地球市民に対する裁きの鉄槌である。神の放ったメギドの火に必ずや彼らは屈するであろう。強大な弾頭を溶かしたスペースコロニーは動き始める。目標は南米連邦軍本部ジャブロー。
戦いは新たなる局面を迎えようとしていた。コロニーは大気の層を突き破り地球へと落下を始める。この時ジオンは勝利を確信していた。しかし、総帥、落下中のコロニーが崩壊を始めました。コースが大きく外れていきます。お、ギレン、これは予測できなかったな。はい。しかし父上、このまま終わらすわけには参りません。気候はまだ続けるというのか。ジャブローを叩く以外に我らが生き残る道はありません。ブリティッシュ作戦は継続します。ジオンは残された戦力を結集し最後の賭けに出る。敗戦を重ねながらもなお圧倒的な戦力を持つ連邦軍にジオンは勝利することができるのだろうか。ジオンの巨人どもをこれ以上進ませるわけにはいかん。全艦発進。頑張れ。この動き、指揮官はレビルだな。相手にとって不足はない。攻撃を開始しろ。ルームにおける戦いはジオンの圧倒的勝利によって終結する。ジオンの新兵器であるモビルスーツは戦力に勝る連邦を圧倒すると同時にブリティッシュ作戦の失敗を覆す大戦果をもたらしたのである。総帥、三連星がレビルを捕らえました。まことか。はい、間違いありません。この報告を受けギレンザビは勝利を確信、連邦政府との休戦条約締結を決意するのである。ルームの戦いの後、ジオンは休戦条約の締結に向けて動き始めていた。相次ぐ勝利とレベルを捕獲したことによって連邦政府との交渉が有利に運ぶと判断したためである。我ら優秀なるジオン国国民の前にあっては数に勝る連邦政府ですら羽毛の衆に過ぎないのである。おー、条約交渉を前に行われた演説はジオン国民の士気を高め、人々はこの戦争の勝利を確信していた。しかしこの確信は最悪の事態によって覆される。まさに南極条約の調印がなされようとした時、ジオンの捕虜となっていたレビルが奇跡の生還を果たしたのである。私はこの目でジオンの内情をつぶさに見てきた。我々も苦しいが、ジオンも苦しい。彼らに残された兵はあまりに少ない。交渉の切り札であったレベルの脱出は
その演説以上にジオンの苦しい内情を物語っていた。この皮肉な事態によって、この日の交渉はいくつかの軍事条約の締結のみにとどまり、ジオンと連邦の血で血を洗う戦いは激しさを増していくのである。宇宙世紀00794月1日、開戦からわずか3ヶ月で地上の半分はジオン軍の支配下となっていた。ジオン軍の地球降下作戦の勢いは凄まじく、モビルスーツを持たない連邦にジオンの侵攻を防ぐ手立てはなかった。将軍、どうなっておるのだ。地の利があるはずの地上でもジオン軍に押されているではないか。ルームで惨敗した君を連邦軍の総司令官にまで抜擢したのだ。それなりの成果を上げてほしいものだな。前にもお話しした通り、我が軍の劣勢はジオンのモビルスーツによるもの。それを持たぬ我々にジオンに勝利することなど。泣き言はもういい。我々に必要なのは結果だ。有効な手段だよ。一つだけ策があります。我々も同じ土俵に立つのです。 V 作戦、新型モビルスーツの開発計画です。ジオンのモビルスーツに対抗するための唯一の手段、 V 作戦、連邦軍失笑の作戦である。レヴィル将軍は反対する勢力を押し切り、 V 作戦を強行する。そしてこの日より連邦軍の反攻は始まるのである。なんとか勝てたようですが、この戦いで多くの兵士を失いました。どのような犠牲を払ってでも我が軍はジオンに屈するわけにはいかんのだ。はい。陸軍が負け続けたとあってはレヴィルに笑われてしまう。何としても勝たねばならんのだ。連邦軍は今次大戦において初めての勝利を収めた。戦略的価値の低い地方基地での小さな勝利ではあったが、開戦以来敗戦を重ねてきた連邦軍にとって、この勝利はかけがえのない大きな勝利でもあった。無理な領土拡大があだとなったようだな。確かにジオンのモビルスーツは優秀だが、全ての戦線を支えるには数が少なすぎるようですな。うん、わずかずつだが戦線は好転しつつある。モビルスーツの量産が実現すれば我が軍の勝利も見えてくるでしょう。それまでは何としても持ちこたえねばならんな。現状の戦力でも戦線を支えるくらいはできます。厳しい戦いになるな。連邦軍は戦局を覆しつつあった。地球侵攻作戦によって地上を蹂躙にし続けてきたジオン軍だが、急激な戦線の拡大と慣れない地上での戦いによって疲弊は極限に達していた。だがジオン軍の消耗だけが連邦勝利の要因ではなかった。スペースノイドごときが地球の大地を踏むことなどあってはならんのだ。早々にこの虫けらどもを地上から追い払わなければなりませんな。スペースノイドを蔑視する召喚たち、
故郷を追われて愛する者の命を奪われた兵士たちのジオン兵に対する容赦のない戦いぶりこそが連邦の反抗作戦を支える原動力であった。長く続く戦い、それは人々に憎しみの心を植え付け、世界に暗い影を落とす。辛い戦いだな。一刻も早くこの戦いを終わらせねばならん。一刻も早くな。V 作戦によって完成したモビルスーツの性能はジオンのザクをはるかにしのぐ驚異的なものであった。これが我が軍のモビルスーツか。すごいものだな。しかし V 作戦にかけた予算があれば戦力の回復はもっと迅速にやれたのではないかね。ゴップ提督の言うこともわかるが、それでは敗戦を繰り返すだけではないのかな。しかしすでに V 作戦は動き出している。勝機もまた遠からず訪れよう。ルナ2からの報告を受け取ったレベル将軍は自分の目を疑った。軍事機密である V 作戦が赤い彗星に襲われ、それを阻止したのが年端もいかぬ少年少女たちだったというのだ。さらに戦闘経験のない15歳の少年がガンダムを操り、ジオンのザク3機を倒したのだという。つまり将軍、ホワイトベースはこのまま民間人の手に委ねておくと、そうおっしゃるわけですな。うん。今の我々にルナ2に戦力を回している余裕はない。 V 作戦の成果は彼ら自身の手でここジャブローに届けてもらう。無謀ではありませんか。 V 作戦の全てがジオンの手に落ちてしまう可能性があります。彼らは赤い彗星を退けた。そちらの可能性の方を信じてみたいのだよ。仕方ありませんな。ホワイトベースに民間人ですか。厄介者にならなければいいですな。ヨーロッパ反攻計画オデッサ作戦。この作戦は貴重な鉱物資源を産出する中央アジア東ヨーロッパの鉱山をジオンから奪還するための作戦であり、同時にヨーロッパ戦線のミリタリーバランスを一変させようという目論みもあった。予定通りの展開ですな。マチルダ隊はホワイトベースとの接触に成功しているようだし、あと後方撹乱として部隊を北方より南下させる。で、万全ということですな。何が気に入らんのだね。はあ、ホワイトベース一隻で右翼の後方撹乱、本当に将軍は彼らをニュータイプの可能性ありとお考えなのですか。報告書は君も見たんだろ。しかし、わずかなデータだけで彼らをニュータイプ部隊と即断するのは危険ではありませんか。だが正面の戦力をこれ以上割くわけにもいかんしな。ジオンの赤い彗星のシャア、彼もニュータイプだと噂されているな。それが事実であるなら、我が軍にそういう連中が現れても不思議ではないだろう。赤い彗星すら退けた彼らの力に期待してみようじゃないか。オデッサ作戦。この作戦は
貴重な鉱物資源を産出する中央アジア、東ヨーロッパの鉱山をジオンから奪還するための作戦であると同時に、ヨーロッパ戦線のミリタリーバランスを一変させようという目論みもあった。予定通りの展開ですな。ジオン地上軍が戦力を失いつつあるようだ。さらにオデッサを取り戻すことができれば、ジオン地上軍の活動を大きく制限することができますな。しかし、何が気に入らんのだね。はい、ジオンはオデッサに核を取得しているらしいのです。ジオンに潜り込ませた我々のスパイが手に入れた情報です。それは確かな情報かな。いえ、裏付けがまだです。将軍、核の有無がはっきりするまで作戦を延期しては。いや、オデッサの攻略を延期するわけにはいかん。これ以上ジオンに資源を与えるわけにはいかんのだよ。戦争の早期終結のため、今ここでやらなければこの作戦は無意味となってしまう。たとえそこに核があろうとも、オデッサ作戦は予定通り実行する。オデッサの戦いは終わった。もちろんこれで全てが終わるわけではない。ただこの一戦の勝敗が今次大戦において大きな意味を持っていたことだけは確かである。美しい夕日ですな。我々の勝利を祝福してくれているようだ。これから戦局は一気にこちらへ傾くだろう。はい、ジオン地上軍の残存勢力が気がかりですが。ソロモンを落とすには万全を期さねばな。焦ることはありません。待ちましょう、攻勢の時を。戦いの主導権はジオンから連邦に移りつつあった。この苦しい戦局を一気に覆すべく、ジオン地上軍は最後の賭けに出る。かなりの大部隊だな。とは言ってもジャブロ全部を攻撃するには少なすぎる。狙いは宇宙船ドッグのある A ドッグのみ。ホワイトベースつけられましたな。ああ、永遠に厄介者かな、ホワイトベースは。戦いの主導権はジオンから連邦に移りつつあった。この苦しい戦局を一気に覆すべく、ジオン地上軍は最後の賭けに出る。大部隊だな。ジオンも必死のようだ。他に打つ手がなかったのでしょう。スペースノイドごとき恐るるに足りません。最後の悪あがきか。その通り。奴らが地球上から消え去るのも時間の問題でしょうな。これまでの諸君らの努力により、我が軍は戦いの主導権を取り戻すことができた。この場を借りて感謝の意を表したい。今後戦場は宇宙へ移ることになるが、これからもよろしく頼む。ようやく反撃の時が来たのですね。まずはソロモンからだな。はい、あの要塞を落とさねばジオン本土への侵攻は不可能です。ジオンは国力がない。ソロモンが落ちれば和平交渉を求めてくるのではないかな。可能性はありますが、それでことが済むとは思えませんな。なぜだね。戦争の終結が目的ではないのかね。ジオンに生き残られると後の世に禍根を残すことになります。その通り。ジオンは完全に潰してしまった方が。それではザビ家のやっていることと変わらんだろうが、我々の目的は
この戦争を一刻も早く終わらせることにあるのだ。将軍。今は言い争いをしている時ではないな。ソロモンの攻略を開始するとしよう。宇宙要塞ソロモン、難攻不落を誇りジオン本土を守り続けてきた最前線基地はついに陥落した。この戦いに勝利したことで連邦軍はジオン本土侵攻の足がかりを得た。レヴィル将軍は満を持して星1号作戦を発動する。ジオン軍は連邦軍の侵攻に備え、宇宙要塞ア・バオアクーと月面基地グラナダに戦力を結集させた。そして両軍の兵士たちはそれぞれの思いを胸に戦いに挑む。連邦とジオン、雌雄を決する戦いが今始まろうとしていた。ジオンは最終防衛拠点ア・バオアクーを失っても徹底抗戦の意思を崩さなかった。最重点を完了させたソーラレート、ジオン本国とグラナダに集結するジオンの精鋭部隊がレヴィル将軍率いる連邦軍を迎え撃つ。戦いは終局を迎えようとしていた。全軍に次ぐ。これより我が軍はジオン本土に対する最終作戦を開始する。ジオンに残された戦力は決して多くない。しかしジオンとて必死で抗戦してくるはずだ。この戦いには必ず勝たねばならない。我々の戦いに人類全ての命運がかかっているのだ。連邦の勝利をより確実なものにするためにも諸君らの健闘を期待する。以上。宇宙都市サイド3。宇宙の闇に浮かぶ戦いの元凶、ジオン公国を生んだスペースコロニーはついに陥落した。激しい戦いの末、地球連邦軍は戦いに勝利を収めたのである。連邦政府は第2第3のザビ家出現を防ぐため強力な中央集権体制を確立する。地球圏は再び連邦政府の統治下に置かれ、人類に平和が訪れたのである。だがそれは争いがなくなったのではなく、争うことすらできない抑圧が人々に課せられただけであった。やがてその抑圧は新たな戦いの火種を生む。戦後も抵抗を続ける戦士たち、再起を待ち暗礁空域の闇に潜む崇高なる魂、そして暗黒の宇宙から地球を見つめる眼差しと赤い彗星。なぜ人は戦うのか、争い続けるのだろうか。だがその問いに答えられる者などいない。戦いによって散りゆく魂の一瞬の輝き、その輝きが刻む影の中に真実は潜む。人は答えを求め戦い続ける。戦いが放つ魂の輝きとそこに隠された真実を見極めるために、やがて戦いの歴史は伝説となり、戦いに散った人々の魂は黒き歴史を照らす神話となるだろう。これからも人は戦い続ける。永遠の平和を手に入れるために。